どうも、キッちょです。おねがいしまーす。えーと、今日はですね、えー、ちょ、緊急で動画を撮っております。えー、現役ドラフト、えー、今日ありましたね。えー、17時に、えー、発表があって、ちょっとあの、17時に発表って言ってた言ってたかわかんないけど、 ちょっとあの、今日中に発表するっていうのは知ってたんですけど、ちょっと17時の発表っていうの知らなくて、ちょっとこの後予定あって、もうかなり緊急で動画撮ってます。ごめんなさい、髭とかも剃ってないです。で、まあその、まあ、ちょっとまあいろんなね、いろいろ、えー、コミた話もしたいんですけど、まあ今回はちょっとタイガースのことに関してのみにちょっとなってしまいます。ごめんなさい、それだけご了承ください。 ええ、そうですね。あと現役ドラフト今年初なんで、ちょっと僕のね、発言でちょっと、ええ、間違ったこと言ってるかもしれないですけどね。え、そんなあったらコメント欄で、ええ、教えてください。皆さんのね、感想とかも、えーえ、ええ、どしどし、ええ、お待ちしております。ちょっとね、あの、結果見ながらになっちゃうんですけど、ね、ええ、タイガースかヨーカーが、ええ、ライオンズに行って、えーえ、ソフトバンクから、ええ、大竹投手が、ええ、タイガースに、 来ましたね。まあ、率直な感想は、まあ、まあ、めちゃくちゃ寂しいっすね、ヨーは。寂しいっすけど、まあ、でも良かったんじゃないかなとは、思います。あの、まあ、大竹取れたから。えー、大竹投手、えー、まあ、ね、あの、多分ヨーカを出したから、多分かなりね、 人気が集まったんだと思いますね。だから大竹投手を取れたみたいなところはあると思います。えー、ちょっとまあ、その、まあ一順目だけですけど、まあ選手のリスト見て、ね。まあ、その、なんていうのかな。ちょっと当初糸原選手が、もしかしたら現役ドラフトになるんじゃないかみたいな話ありましたけど、 ちょっと大物すぎましたね。ちょっとあの、メンツ見たときに。まあ別に、そのまあ、まあね、優劣つけるわけじゃないですけど、さすがにね、糸原選手は出せないというか、まあ、これで逆に、まあ、岡田監督の中で、あの、まあ、糸原選手が、まあ、構想内、まあ、どういう出方するかわかんないですけど、まあ、代打とか、まあ、わからないけど、ちょっと構想内にあるんだなって思って、ちょっと、まあ、一安心して、 おります。一安心しております。ええー、まあソフトバンクからタイガース、まあ、多いですね。なんか最近その辺。なんか、まぁ、元気でソフトバンク行きましたし、はい。ええー、まあちょっと、早稲田大学っていうのも、もしかしたら岡田監督のあれで、ちょ、もしかしたら関係あるかもしれないですよね。やっぱでも、ソフトバンクからね、タイガース来た投手って、まあ別に、まあいいイメージが、 あります、漠然と。やっぱりね、スマ、ま、スアレスとかね。うん、まあ、ありますね、で、まあ、まあ、大竹選手についてなんですけども、大竹、えー、大竹選手、えー、まあ、技巧派ですよね。はい、まあ、チェンジアップ、いいチェンジアップ持ってて、まあ、先発で使うのかなどうなんだろう。まあ、先発、ローテ的に、まあ、伊藤正史、左でいるけど、 まあ、で、もしかしたら、岩佐が、岩佐投手がね、まあ、先発に転向ってなってたんで、あの、もしかしたら、まあ、中継ぎで使うかも、しれないですね。うん。そうですね。そんな感じですね。で、まあ、あと、ヨ川選手ね。ヨ川うん、ちょ、これマジで寂しいな。だって、タイガース、 まあでもしょうがないのかね。やっぱまあでも年齢も30超えてる、超えてるかな ?30 ぐらいかな今、ヨーカは。で、やっぱり、やっぱり、まあ呼ば打ったことはありますからね、ヨーカは。タイガースで。うーん。でもヨーカは今使うんだったら、まあ井上とか使うかなみたいなことなのかなちょっとわかんないですけど。まあ、ライオンズファンの皆様。 まあ僕を、僕のチャンネル見てるライオンズファンの方どんぐらいいるかわからないですけど、まあヨーカを、ちょっと、よろしくお願いしますということで。ねえ、まあ DH もあるからね。あのー、まあ活躍の幅は本当に広がるとは、思いますね。ヨーカはマジで打てるから。うん。ええー、まあ、まあ1シーズン、まあフルで使ったら20本ぐらい打つんじゃないですかそれ、まあ、わかんないです。まあまあでも、 うん。で、まあ、えっ、ー、と、ファースト、まあ、ファースト、サード、まあ、あと、外野も守れると。ね。ええー、まあ、打てますからね。ええー、ということで、ああ、まあちょっとね、ええー、で、二巡目が、ええー、現役ドラフト二巡目、実施されずということで、なんか折り合いがつかなかったのかよくわからないですけども、っていうことは、まあ、各球団に一選手ずつ、 現役ドラフト候補,候補に出されて、また残留する選手が、まあ、いるということで、まあ、ちょっとね、まあ、残酷ではありますけども、ちょっと頑張ってほしいですね、本当で、現役ドラフトでね、まあ移籍していった選手は、えー、まあ、来シーズンマジで活躍してほしいですね、やっぱ。 ねえ、まあ、それ次第でちょっと来年行われるかとかもあると思うんで、まあ、まあ、現役ドラフト自体はね、まあ、なんていうか、ちょっと心苦しいですけど、やっぱ面白いですよね。面白い。うん。やっぱりね、面白いですよね。で、<laughs> その、お声がジャイアンツっていうね。うん、ごめんなさい、阪神のことしか喋んないってってたけど、お声がジャイアンツっていう、なんか、<laughs> ちょっと噂にはちょっと聞いてましたけど、なんかぽいななんかジャイアンツ、なんかそういう選手好きですよね。何なんだろうね。ちょっとよくわかんないけど。うん、なんか、えー、まあ、高知商業から、まあ、浅野選手、まあ、行きますけど、ジャイアンツに。まあちょっと変な影響とか、なければいいですけどね。いやー、まあ、そうですね。まあどん、 うん。そうですよね。いやー、ちょっとね、難しいなどうなんだろうないやー、ちょっと僕のな、これからね、えー、まあ、岡田監督の発言とか、まあ、ちょっと各球団のね、えー、発言とかもね、えー、本当に直接、直後に撮ってるんで、発言とか、ちょっと今後ちょっと注目していきたいですね。まあ、もし、 まあ、僕はね、基本的に、まあ、シーズン中以外は、なんかその、なんていうのかな、まあ、こういう動画出さないんですけど、まあ、ちょっとね、あのー、まあ、いても立ってもいられなくなって、ちょっと動画撮影してます。まあ、まあ、ちょっと大竹選手、本当に、あれしましょう。タイガースで。うん。あれしましょう。ジュ川ヨーカー選手ね、えー、マジで、頑張ってほしい。ライオンズはどうなの今、ガイアとか、 出れそうなんかなちょっとわかんないですけど、DH もあるし、いやー、まあ、あとね、まあ二、まあ、二巡、二巡目誰だったんだろうなちょっと気になるところではありますけども、まあ、糸原選手、とりあえず残ってくれて、まあ、助かりました。うん。まあ、散々ね、いろんなところでネタにされてますけどね。うん、めちゃくちゃいい選手なんでね、糸原選手は。うーん、本当に。うん。 そんな感じですごめんなさい、結構、息継ぎなしで、えー、バーって喋っちゃいました。同じこと2回言ってるかもしれないです。それごめんなさい、本当に。えー、まあね、今日はね、まあ、ついさっきね、えー、ヤ,カルヤクルト、村上選手がですね、えー、3年18億の契約決まったりとか、まあ、ワールドカップあったりとか、まあなんかいろんなね、 まあお話、まあしたい話はあったんですけど、今日は現役ドラフトで、まあ阪神の選手を中心におしゃべりしました。はい。という感じですね。またね、おいおい、えちょっと動画を出すかもしれませんが、はい、今後ともよろしくお願いします。貴重なね、チャンネルよろしくお願いします。えー、ちなみにね、えー、この土日は、えー、なる浜行ってこいや、を考える、ボゲーを考える、っていう、 動画をアップ予定です。編集間に合えばね。えー、とりあえずその方も、えー、そちらのね、動画の方もよろしくお願いします。よければチャンネル、チャンネル登録、高評価お願いします。えー、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。